このように黙って海を見つめていたい。時は母のないこの一人で旅に出てみたい。だけど心はすぐ変わる。母のない子になったなら誰にも愛を皆さん、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。もう雨降ってました。降ってました。本当にね、お天気が急に寒くなっちゃって、今朝ね、メールが早い時間に来て今日行けないっていう人が2人いらっしゃいましたけどこんなにたくさん、本当にあの僕たちの旅っていうか、まあ皆さんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。去年一度だけの明日の再結成だったのですが、はい、けれども、お友達やですね、皆さんでもう一回やる、もう一回やるっていうことで、うん、もう一回やることになっちゃいまして嬉しいです。あ、そうですか、はいはい、ママのお父様、もう一回やったら100枚買ってくれるって言うんで100枚買われると俺の友達が来れなくなっちゃうんで本当にこれだけね、多くの皆様にお集まりいただいて、短い時間ですけど最後まで一生懸命やらせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、皆さんにこの1977というね、これ CD なんです、紙ジャケットっていう、これをまたお友達とね、録音しまして、皆さんにぜひ聴いていただきたいと思いまして、今日配らせていただきました。去年はですね、この1969という、アルバムをやっぱり同じところで同じ感じで聴、いていただけましたですかね、はい、嬉しい。平野さんだけだこちらは私が高校3年の時にお友達と作った素晴らしい明日を作るためっていうね、学園祭、文化祭の、ミュージカルをテーマにしたんですけど、今年は、1977年、はい、この友達が、その後8年経って、みんなでナイトキャッツクラブっていうのを作りましてね、暴走族じゃないんですけど、みんなで遊ぶ会を作って、それが結成されて40年ということで、その時の歌などを今日は、今日はじゃここにたくさん入れました。で、他にもですね、いろいろ新曲、あの例えば我々明日の本当にお蔵入りになったね、ママが歌ってます旅に出ようとか、あと朝霞のなんだ屋上
屋上パラダイスという衝撃的な歌が入ってますので、ぜひ、お持ち帰りの上お聴きください。聞いてください。1977年というとママはもうおぎゃしてたんね。生まれてちょっとですね、間もなくですね。あ、間もなく。朝川はね、生まれてない。いないわね。はい、いないですね。いない。はい、まだいない。この世にいない。平成生まれでしたっけ？違う、昭和でしょ？あ、昭和と平成の間ですね。平和。何の、ね、平和生まれ？両方です。平成と昭和がいるんで、はい、昭和って言わせてます。いや、昨日 NHK のテレビで昭和の歌がすごい流行ってるってやってた。今日は僕たちは昭和の歌を何十曲もやりますので、はい、ぜひ皆さんお楽しみいただきたいと思います、はい。それでです、分かった、ありがとうね。すいません、めいこなんです、私の。めいこがなぜか私のことをいいママって言いまして、ずっとママじゃ、あのお母さんはちゃんといるんですけど、私のことさっきからずっといいまま頑張って頑張ってって叫んでるんで、あの気にしないでください。いやいや、ずっと多分 頑張って、ね、言ってると思います。はい、はい、ありがとう。はい、話も長くなりましたけど、はい、あのその頃私はあのクラウンレコードに1974年に入社してね、70年代中盤というのはあの全国的にフォークソングがすごく流行ってて、あの75年にあの、吉田拓郎かぐや姫つまごいコンサートっていうのがあったんです。日本で初めて、オールナイトで、野外コンサート、しかも5万人、その日はですね、朝からもうすっごい暑い日で、1975年の8月2日なんですけど、僕はまだ会社入って2年目、それであの朝からもう続々来て、みんな日射病で女の子が倒れちゃうんですね。それでクラウンの偉い人たちは女の子の救護に行ってこうやって言ったりしてたけど、僕らはあの PA の前でずっと警備をさせられまして、もう本当に吉田拓郎さんが朝までやるぞって、これで最後には人間なんてララララっていうのを、5時頃かな、朝のまでやってましたけど、今日はその頃のことをちょっと思い出して、かぐや姫の曲を私の、はい、クラウンにいました名曲を3人で歌ってみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。私が待たされた洗い髪が死まで冷えて小さな石鹸カタカタ鳴った、あなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ。若かったあの頃何も怖くなかった、ただあなたの優しさ
して私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる季節外れの雪が降ってる東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく名残季節の後で今春が来て君は綺麗になった去年よりずっと綺麗になった去年よりずっと綺麗になった汗かいちゃった、はい、成功ということでお願いします今日はあのビデオの、ね、スタッフも入っていらっしゃいまして、はい、一つよろしくお願いしますありがとう、はいはい、はい、ということでですね、はい、僕たち明日の自己紹介などはい、はい、そうですね明日という、ユニットを結成させていただいてパパもう何年になりますかね2011年なんで7年7年はいそうですね、はい、もうあの3人で明日 ロマ字で書くんですけれども、家族というイメージでユニットを結成させていただきました、その中で、まず明日のあがはい、はい、明日のあ娘役の大見朝香ですよろしくお願いします、はい、朝香のあを取って明日のあです娘ですそして明日の詩が私平方志保です、パパ役あパパちゃんごめんなさいいきなり男になりましたすいませんママ役です娘ママそしてはい、はい、でパパ役パパ、明日の田松井達夫ですはいよろしくお願いしますいろんなとこでね、はい、コンサートとかやりましたけどそうです、ね、明日の思い出朝香はどんな覚えてる？はい、私のふるさとなんですけれども和歌山県の串本町というところでコンサートをしたことがやっぱり思い出ですね串本って言ったらねはい行きましたね本州最南端です最南端はいはいすごくいいところでしたそんだけですかはは予定にない質問をしてしまって焦っちゃった、ま、ママは私はやっぱり明日って言ったら広島でプロモーションビデオを作ったんですよね、うん、そうですねはいもうそれがすっごく思い出に残ってましてカラオケとかでも3人でこう流れてたりもするんですけれどもダムはダメなんですけど、はい、ここはねそうです、ダメですけど流れるところと流れないところがありますがその時に、はい、そのプロモーションビデオでまあちょっとムキムキマンみたいな失礼しました今日ねハプニングだらけでなんか楽しいですねその大丈夫ですか、はい、そのプロモーションビデオがですね本当にちょっと家族団らんっていうイメージがちょっとよくわからないところがとっても楽しくってムキムキマンとそして娘朝香となんかいい感じでできてたのがすごく楽しかったですで海岸でなんか歌ってこうやってたのが面白かったですねなんか皆さん見ていただいて後ろでポーっと見てるおじさんとかもいましたねそれが本当にプロモーションビデオでそのまま映ってますはい、はい、ジョイサウンドの
そう、あ、ジョイサウンドでした。方に入ってますんで、はい、本当に、はい、広島のテレビ局の方に作っていただきました、はいはい、あとですね、パパは、NHK の、ラジオに出ましたね。そうです、全国放送のきらめき歌謡コンサートでしたっけ、はい、生放送聞いてた。あ、嬉しい、覚えていただいてて、今日はその時のなんと実況録音版がありますんで、ちょっとかけていただきましょうかね。きらめき歌謡ライブ9時台に入りました。司会は私徳田明、そして演奏は三原綱木とザ・ニューブリード。はい、ステージにはユニットを組んだ3人組の皆さんでございます、それではお名前をどうぞ。せーの、明日です。明日の皆さんです。男性1、女性2、はい、若い女性に、少し前若かった男性1という、はい、明日とローマ字で書きます。この明日、それではちょっと自己紹介を、じゃあお父さんといいますか、はい、あの男性の方からお願いいたします、はい、こんばんは、明日のお父ちゃん松井達夫と申します。こんな格好してますけど、あの実は元レコード会社いまして、それで、退社後は、作曲とかアレンジの仕事やってました。で去年この2人と、無茶なんですけど明日っていうユニットを結成しまして頑張っております。どうぞよろしくお願いいたします。そして中央の女性。はい、こんばんは、明日のお母さん役の佐伯志保と申します。約10年ほど前に演歌歌手としてデビューさせていただいておりまして、全国各地を回らせていただいておりました中、千葉のテレビ局で松井さんとの出会いがありまして、そして、明日というユニットを結成させていただきました。3人楽しく歌わせていただいております。よろしくお願いいたします。そして最後に、はい、明日の娘役大見朝香と申します。小さい時からおじいちゃんに手技を習っていて演歌歌手を目指して上京しました。歌うことグラフィックデザインが得意です。メジャーデビューにワクワクしてます。はい、という明日のお三方、お父さんがコックさんの格好、はい、そしてお母さんと娘さんはエプロンをしてらっしゃいますが、これはどういう意味があるんでしょうか。一家団らんを歌ってるんですけど、やっぱり一家団らんというと美味しい食事で、はい、食卓っていうことでこういう格好をさせていただいてます。で歌う歌が大量ちゃんちゃんっていうんですけど、はい、どういう、実はですね、ちゃんちゃんっていうのは、はい、父ちゃん、母ちゃん、姉ちゃん、うん、兄ちゃんのちゃんから、はい、ちゃんちゃんが来てまして、日本の全国の大量を祝って家族団らん応援歌として歌わせていただいております。なるほど、はい、では全国の大量を祈って歌っていただきましょう、はいはい、明日の皆さん大量ちゃんちゃん、お騒ぎ、美しい魚の三平四郎。
クでドライブ、お鍋とお米積み込み、変わらぬテント張ったら薪拾いします。石積み上げた卵にお米シャリシャリと言わな、お鍋に移し火をつけご飯を炊きましょう。ちょろちょろなんかパパ吹き始めたら火を引いて、お腹鳴ってもくっつるな、まだ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 手を洗っといていい。ものは心がこもってるから幸せを運ぶ。新米が食べれるのも毎年田んぼ耕し、作る人がいればこそ本当にありがとう。味がちょろちょろだかパパ吹き始めたら火を引いて、お腹鳴ってもくたどるな、さあさあさあみんなご飯よ。よかった、最後あの目で合図したんで す, あ、そうですか。こっち来てってよかったです。もう年ですからいや今の曲は銀シャリと言いましてね、はい、カップリングだった曲です。はい、そうです。さて、はい、それでは、今日のメインイベントですけれども、そうです、先ほど言いましたあのナイトキャッツクラブってね、お友達で本当にあのこの間も出てもらったんですけど、いい曲を書く人がたくさんいて、その時だけですねNCC ナイトキャッツクラブレコード大賞とかいうバカなことをやって、その時の再現をまた今日したいと思うんですけど、ファンファーレから行ってみたいと思います。1977年ナイトキャッツクラブレコード大賞、それではここでレコ大のバンドの方をご紹介させていただきます。去年も出ていただきましたけど、私の、高校時代からの友達です。スーパーピアニスト高橋圭作。今日はそれで、圭作さんにあのいつもやって一緒にくれてるねプロのミュージシャンお二人、お招きして、オンドラムスミスターダニエル、ブラジルのミュージシャンです。そしてスーパーオンベースミスターコウサク、イエーイ。あとはその、ナイトキャッツクラブバンドの僕の友達ですけど、いつもリードギターをやってますけど、今日は、アコースティックギター弾いておりますガリー皆川。そして、毎度おなじみパーカッションは神野純一です。ここでファンファーレでしたね本当はそうなんです今日は気候が悪いせいか、はい、頭の働きが、はい、一応ファンファーレはやったんで、はい、何でしたっけ、じゃあもうショーの発表からいきましょう か, そうですか、はい、ショーですね、よろしいですか。はい、そうなんです、レコード大賞なので、はい、のいろんな賞がありまして、ちょっと楽しみにしててください。それでは本年度の新人賞の発表です。
最優秀新人賞は夕暮れの渚、作詞作曲歌松島浩一さんです。どうぞ。どうぞどうぞ、メインで。俺んとこ来てどうするんですか。眩しい。眩しい。さっさと行きますか、もうね。もう歌っちゃった方がいいかもしれないです。一応素人なんで、はい。質問なしで早くやれっていうことで。どうぞ。森高生じゃないんですけども、あの大森高校の近くに住んでいました。よろしくどうぞ。それでは新人賞おめでとうございます。夕暮れの渚、松島浩一さんです。どうぞ。曲でしょ、でもね、はい、はい、とっても素晴らしい歌をありがとうございました。ちょっと慌てて出てきましたが、続いて、参りたいと思います。続きましては歌唱賞の発表です。最優秀歌唱賞は白いブーツは似合わない、作詞作曲歌津田元井さんです。どうぞ。津田さん、そう、こういう方なんです。はい、はい、いつもあのすいません、この流れになってますんですか。演出上の流れになってますんで、 いつもこんな感じです。はい、はい、いつもあの千田さんって言ってんですよね。千田光雄さんに似てませんか。いやいや、南俊明さんだと。安倍首相です。分かった。もうちょっと緊張してください。はい、はい、それではもうよろしいでしょうか。はい、あ、大丈夫。はい、それではおめでとうございます。津田元井さんで白いブーツは似合わない。泉ピン子聞いてください。あ、違う。なけなしのお金をはたいて買ったブーツは僕には似合わないの。Thank you.
しがり屋の僕に君は手招き呼んでる。千田光雄さん、どうもありがとうございました。それでは次行ってもいいですか。どうぞ。はい、それでは続きましてデュエットショーです。ベストデュエットショーは贈り物、作詞須永光雄さん、作曲松井達夫さん、歌は小川隆さんと枚方志吾さんです。あれ、須永君は来てんのかしら。あこれはあの私の独協大学のラグビー部 の同期生が作った、歌で、ちょうどねそこにいらっしゃいますけど、佐藤茂さんの奥さんがねアメラグにいて、その恋をうまく生かせるために作った歌で、後々ご結婚されておめでとうございました。今日は須永君いないけど代わりに聞いてやってください。詰められ私はあなたを
信じます、あなたのお言葉とあなたの仕草を知ることが、優しいあなたへの贈り物、私の愛のすべてをあなたに。長いまつげが閉じたとき、僕はお前を抱きしめよう。僕の心が小さな震えを知ったとき、素敵な明日への贈り物、僕の愛のすべてをお前に。優しいあなたへの贈り物、私の愛のすべてをあなたに。ララ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 ラ、手を握ったら震えてました。可愛かった。本当ですか？ありがとうございます。見てなかった。残念ですね、はいはい、本当ですか？よかった。勇気出して手出してよかった。ね、見てました。よかった、見ていただいてて本当に嬉しいです。ということで、次準備されましたので次参りたいと思います。それでは次は企画賞に参ります。特別企画賞は君はコルテス、作詞作曲松井達夫、歌は松井達夫さん&神野純一さんです。
店に初めて来た時君に会う君の姿も聞かなくなって2年この店も終わる対象にならなかったんですかね。ねえ、はい、本当に素敵な曲ありがとうございました。ありがとうございました。さて、大変お待たせいたしました。1977年ナイトキャッツクラブレコード大賞の発表です。1977年ナイトキャッツクラブレコード大賞は作詞作曲小川隆史、渚のウェディングベル、歌は小川隆史さんです。どうぞ。はい、今日は僕たちナイトキャッツクラブの会長の新次さんが来てると思いますけど、ああ、じゃあ新次会長からあのトロフィーの贈呈があります。なんと小川君が40年前のトロフィーを持ってきてくれたので今朝磨いたそうですそっち、すいません、ちょっと大きいんで通してやってください。会長取れない。あ、細いちゃんごめんね。この人太いちゃんですけど、お相撲さんではありません。じゃあ一言なんか一言言ってください。どうも40周年おめでとうございますおめでとうございます、はい、それではここでかっこよく決めていただきたいと思います。それではレコード大賞をお送りします。渚のウェディングベルです。渚のウェディングベル
かる夕日を見つめる君の頬が赤いのは僕に恥ずかしいだろう日が来るのをいつでも信じていたんだ今日からいつも二人だけ聞こえるようまいわ、ね、そうですよね顔と声の差ですね顔がいい呼んでないのに出てきちゃった、こんなことをやっててですね、遊んでました、それで最後にみんなであのナイトキャッツクラブの歌ってのも作りましてぜひ簡単なんで皆さんにね、一緒に猫踏んじゃったあかんですけど朝香が振りをつけてくれたんでそれを立たないでいいですか、はい、とっても簡単で覚えやすいのでちょっと朝香練習をお願いします、はい、皆さんお願いします。はい、皆さんあの猫踏んじゃったがあのサビに出てくるんですけれども手を猫のポーズにしていただいて、はい、いいですか、はい、いきますよ、いきます、はい、ナイトキャッツナイトキャッツいないとキャッツまらないナイトキャッツナイトキャッツいないとキャッツまらないこれをやっていただきたいんですよ、はい、これを結構難しいんですけど皆さん上手でした ね、 ねもう全然大丈夫ですよ、はい、よかったですか、はい、それでは参りたいと思います。それでははい、ナイトキャッツは仲間Wow.
もう皆さんどうでしたでしょうか。ナイトキャッツ楽しかったですか。よかったです。本当にあの皆様に最後まで盛り上げていただいて、ナイトキャッツクラブ無事終わらせることができました。はい、ほっとしたところで、ここでですね、高橋圭作さん、プロのピアニストでございます。素晴らしい演奏をあのお聴きいただきたいと思いますが、本当に私もいつも感動しております。お願いいたします。高橋圭作トリオの素晴らしい演奏をお楽しみください。最初にちょっと喋っていいですか。50年近く前なんですけどね、松井さんとピーター・ポール&マリーのフォークをやったのが懐かしいですね。50年前だっていうね。今日はメンバー2人連れてきました。ベースはですね、ブラジル音楽やらしたら日本で一番じゃないか、右に出る者はいないという、左に2人ぐらいいますけど冗談です。 NHK のあの忘れちゃった夢にんりん丸っていうあの E テレだね、狂気テレビね、そこでずっとあのバンド演奏してました。大森耕作オンベース。そしてドラマはですね、皆さん行ったことあると思うんですけど、ないかな、俺行ってないんだけど、シルクドソレイユってありますね。それで彼はワールドでいろいろツアーしてまして、その万末やってました。そのドラマです。それがですね、なんと日本で可愛い子を見つけちゃって、7月に結婚しました。日本人の女の子大好きみたいです。食べるのもすごい好きなんですけど、彼はね、美味しいものを食べるときに必ず言う言葉があります。あんまり日本語喋れないんでね、その時必ず言う言葉がありまして、今度ボセコメご人とコミーゾポルケポジポジファラこれがあまりにもうますぎるんでね、よく言わしたりするそしてピアノ高橋やさくでお送りします。すみません、2曲ほど演奏します。1曲目は、ご存知の曲なんで、曲名は言いません。送りします。続けてお送りします。
ありがとうございました。大森耕作オンベース、ダニエル・バデールオンドラムス、ピアノ水野晴郎でお聴きしました。ありがとうございました。